しんでもらえたらいいなと思います。今日ですね、ありがとうございます。今日皆さん、紫色を、身につけてきてくれたり、ペンライトとか持ってきてくれてると思うんですけども、今回はですね、テーマカラー、パーティーカラーというのがツアーにございまして、今回のツアーはナイトクラブがモチーフのライブになってます。なのでちょっとこう怪しげな雰囲気とか皆さんと一緒に楽しんでいただきたいなと思ってるんですけど、その中でパーティーカラーが今回紫ということで、今回のライブはですね、私一人がステージに立っているわけじゃなく、紫色の皆さんと一緒にライブを作って盛り上げていきたいなと思ってます。準備いいですか？ありがとうございます。あとね、今日最終日ということで、わーわーさんのカメラが至る所に入っています。多分2階席とかにもカメラいると思うんですよね。なのでもう楽しく必要以上に盛り上がっていただきたいと思います。いいですか？ありがとうございます。で、今回クラブ仕様のライブになってるんですけども、初めてライブ見る方とか、どうやって盛り上がっていいか分かんないなという方、こちらここに今回パーティーマスターといって DJ がおります。で、彼は一曲一曲の曲の動き、手振りとかがバッチリなので、ぜひ彼のことを見て皆さん一緒に盛り上がってください。それではちょっと今日すごい大きいので声かけいきたいと思います。1階席イエーイ、
21公演ですけれども、いろいろ思い出いろんなところでありました。まず今回のツアーですね、9月頃からですね始めて9、10、11、12、3ヶ月という結構ホールツアーにしては長いスパンでやってました。なので毎週土日とかライブをして3ヶ月過ぎてきたわけなんですけども、今回のライブやっててめちゃくちゃ楽しいんですよね本当に、うん、今までのライブは結構こう、うん、なんていうんだろうな、おとぎ話ベースというかちょっとミュージカル調で皆さんが分かりやすいようなあの物語をこう作り上げていく、皆さんが見てくれるようなライブをしたんですけども、今回は中田ヤスタカさんにいろんなリミックスの音を作っていただいて、それがちょっとどうもチャラかったので、これはもうチャラいぶち上げ系のライブをしてみたいなと思って、ちょっとナイトクラブという初めての挑戦をしてみました。でいつも私もこうライブをしていて心がけているのは、ちょっとこう無機質な感じ、お人形さんのようにパフォーマンスをしたりすることをいつもまあやってるんですけども、今回はもうイエーイみたいな、フーフーブブーみたいな感じで、すごいこう楽しくライブをさせてもらってます。で皆さんも本当すごい楽しそうで、今回のライブとっても気に入ってるので、ちょっとあとねもうちょっとで終わってしまうのが寂しいなと思いながらもライブを進めていきたいと思います。最後まで楽しんでてください。さてちょっとたくさんおしゃべりをしたので、そしてあの元気な曲が多かったので、次は可愛い乙女のラブソングを歌いたいと思います。聴いてください。恋恋恋
今つける。
さん、楽しい時間は過ぎるのがあっという間で、次で最後の曲になってしまいました。悲しいけれども、最後に、1曲とってもスペシャルな歌を用意しました。このクレイジーパーティーナイトのタイトルにぴったりなクレイジーパーティーナイトパンプキンの逆襲を披露します。で、そう、ハロウィンソングなんですけど、もう一年中日本をハロウィンに染めてやろうと思いまして、一生歌い続けたいと思います。よろしく。はい、このクレイジーパーティーナイトパンプキンの逆襲なんですけど、サビの部分皆さんで一緒に盛り上がれるようにゾンビダンスというのを用意してきました。ぜひご一緒にやってみてください。まず両手をですね、このようにちょっとゾンビみたいな手にしていただいて、2階席の方もぜひご一緒にお願いします。そして、手を交互にずらすだけです。一緒にちょっとやってみてください。はい、パパパリザパンキンダンシンダンシンハロウィン、かわいいお化けとハロハロウィン、パパリザパンキンクレイジークレイジークレイジーナイダンシンダンシンパンキンクレイジーパーリーナイ、バッチリできています。それをやっていただけたら最後めちゃくちゃ盛り上がれると思うので、皆さんご一緒にですか。ありがとうございます。それでは最後に聞いてください、クレイジーパーティーナイトパンプキンの逆襲。
Thank you. みなさん、コールどうもありがとうございます。クレイジーパーティーナイト2015、お楽しみいただけたでしょうか。ツアーファイナルでとっても皆さんの元気のいいお客さんでライブしてて本当楽しかったです。今日はありがとうございました。あー、なんか幕みたいなの出てる。キャリーちゃん、お疲れ様でした。ありがとう。優しいね。もうすぐ2016年になりますが、2016年私5周年を迎えます。はい、ありがとう。そして23歳になってキャリーパミュパミュも大人になっていきます。なので、ちょっと今年はですね、なんかこうプライベートで地味に免許を取ったりとかノロノロと生活してたことが多かったので、5周年はド派手にドンといきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後にもう一曲歌ってもいいですか。問題ガールを歌いたいと思います。で、問題ガールなんですけど、サビの部分の振り付けがあるので皆さんぜひご一緒にお願いします。まず、私問題ガールでこのように指を指します。その後にですね、阿波踊りみたいなのが入ります。ユーサー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 で、手が右からですね。右、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 左、左、左、左。バッチリです。これちょっと歌うので、皆さんご一緒にやってみてください。いきます。私問題が退屈したくないわいわ。バッチリ！できてます。それを、君も問題ガールもご一緒に繰り返しでやっていただきたいのと、最後に、ここで紫の皆さん団結力を見せるお時間がやってまいりました。今日はこのペンライトを皆さん持っている方いると思うんですけど、これ実は、色が変わるんです。このように、ポチポチとボタンを押していただけると色変わります。すごい綺麗！すごい！イルミネーションだね、これもう。見に行かなくていいね、木を。で、このように色が変わるんですけど、紫色まずしてみてください。今日のパーティーカラーの色です。ここで、問題ガールの最後の部分、私は問題ガールイエーイ、問題ガールイエーイと3-3でボタンを押していただきたいです。ざわ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 してるのはどういう意味ですか。いいですか、皆さん。紫からいきます。3-3です。いきます。私は問題ガールイエーイ、問題ガールイエーイ、とっても綺麗で、これ間違って問題ガールイエーイって押しちゃう人いるんですけど、それだけはもうちょっと本当に注意していただきたいです。もう色バラバラになっちゃうんで、いいですか。イエーイって勢い余って押さないように、そこはジャンプしていただけるといいと思います。ちょっとカメラ入ってるんでバッチリ練習していきたいと思いますよ。いいですか？紫からいきます。3-3です。私は問題ガールイエーイ、問題ガールイエーイ、綺麗！オッケー、バッチリです。ちょっとこれ全国のワウワウを見てる皆さんに仕込みかと思われるぐらいの美しさでいきたいと思います。それでは皆さん、最後問題ガール準備ですか？聞いてください。問題がある。「
またきっとする。